ね。死者たちにご冥福は。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死による。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。王赤炉、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、赤炉。ネズミ狩りを捨てぬか。承知した。よし、赤炉よ。ならばこれをくれてやる。これは。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。へえ、あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様も。やっと屍になれたかね。けれど、何も変わりゃしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた、考えたことがあるかい？そういう怨嗟が、どこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあもうお行き。ババが何を語ろうが戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。
前さん、面白いものを手に入れたな。それはからくり筒、忍び義手の真となる仕掛けよ。どれ、仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ？からくり筒と共に使う鉄のくず、あるいは炎症といったものじゃな。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。あなたですか。竜害の調べのため、物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです。血の塊？はい。咳とともに出たものです。血の色がわずかに淀んでいるような。しかし、これだけでは定かには。できることはあるか？竜害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。竜害にかかった者がいれば当たってみよう。お願いします。では調べのため、物資殿の他にもお願いします。では。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。流線詣での年であろう。流線詣、三年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。
もし、お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗。それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。今度は鱗を持っておいで。Dada!
下郎ども。おい、お主確か忍びよな。であればお堂の忍びよのやつらを頭蓋を叩き割ってたの。兄貴、次はこのお堂ですかい？いや、そこはいい。次に行くぞ。けんど、供え物でもあれば十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか？ああ、
どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。お主、若様の忍びじゃな。おう。肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。いや、もしや、お主、賊を手引いたのではあるまいな。さもなくば、この平田屋敷が、こうもあっけなく落ちようものか。そうよ。そうに違いないわ。いねえ。裏切り者はいねえ。な、誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。なんじその忍び義手、ずいぶんと腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙でどう噛み殺すか、それが書いてある。要は忍び義手を使った戦いの術じゃな。分かった。まったく、義手の忍び技などもはや無用と思っておったが、分からんものよな。狼殿、よく参られました。調べのため武士を。